はいどうも、テザー放送、テツオです。売れない頑固な陶芸家ではありません。はい、ということで、明るいですね。九州の晴れは明るい。どこの晴れも明るいんでしょうけど。いやーなんかね、爽やかな、いい天気。まあ今ね、朝なんですけれども、ゴールデンウィークの朝ですね。はい、爽やかな日にこう、なんかこう日差しが降り注いでるのがわかると思いますけど、窓際のね、日の当たる部屋からやっておりますけれども、よろしくお願いします。いや、記事の方がね、僕のまあノートの概要欄からね、記事を販売してるんですけど、そちらの方がね、まあ、やっぱり転職シーズンということで、結構たくさん売れております。で、まあ今転職シーズンなので、若干値下げして、売ってはいるんですけれども、そちらの方がね、なんかね、たくさん売れておるようで、本当にどうもありがとうございます。ためになる記事だと僕は思って書いてますんでね、はい、どんどん買っていただきたいなと。そしてまあ、基本的に結構質問来るんですけど、関東の方がメインですかとか、関東の会社しか書いてないんですかとか、そういう質問結構来ますけれども、メインはやっぱり関東の景品地区になってます。はい、まあ、有料大手の記事、あとは最強中小の記事、どっちもやっぱり、まあ僕が知っているのが関東の会社が多いメインですから、全国の有料企業を知ってますみたいな、そういう記事、まあ世の中にありますけど、数万円という高額で、果たしてどうやってその有料会社を知ったのか、ちょっとね、その、やり方を教えてほしいなと思うぐらい、まあまあ、ちょっとわかんないですけど、なので僕が知ってる範囲内で、関東の景品地区がメインになりますけれども、まあ、やっぱり全国に支店があるみたいな大きな会社もたくさん出てます。そしてまあそもそもの会社の選び方、こういう風に選んでください。こういう風に転職活動した方がいい会社に巡り合いますよみたいな、そういうところもメインで書いてますので、買って損はしないと。地方の方の人、まあ地方と言っても例えば北海道とかの人はちょっと別かもしれません。離島に住んでますとか、そういうもう国後エトロフに住んでますみたいなね。そういう人はちょっとあんまり参考にならないかもしれないですけど、一応日本の主要都市にいる人だったら、買って読んでいただいて損はないんじゃないかなと思う内容に一応なっておりますので、皆さん手に取っていただきたいなと思います。はい、前置きは宣伝ということでね、今日は運送会社に来て運送会社に期待してはいけないというお話をしたいなと思います。有料大手の記事とかね、今散々宣伝しましたけれども、基本的に運送会社って期待を裏切ってくれます。悪い意味で。はい。なので、あんまりね、期待しないでほしい。なので、こう、自分の求めるものがトラックに乗るとか、かっこいい車に乗りたい、運転を仕事にしたい、自由に働きたいと、そういうところだったら、あなたの期待に応えてくれるでしょう。しかし、だがしかし、会社としてまともな運送会社っていうのは、まあ少ないよねっていう。まあ、運送会社何社か行った人は、皆さんご存知だと思いますけど、会社組織として見ると、まあ成熟してない。とにかくね、運送会社っていうのはね、まあまあ、文明度合いが、ものすごい低い。なんだろう、明治大正とかではなく、縄文とかね。せいぜい弥生時代ぐらいまでの成熟度しかないんですよ。なのでそういう会社としての成熟度にはあんまり期待しないでほしいというお話を今日はしたい。そして、それでも運送会社を、おすすめするのはやっぱりそれを上回るほどの自由さであったり楽しさ気楽さがあるからだと、そういうところに落ち着きたい着地したいなと思うんですけれども、まあね、やっぱり会社としてなんだろう、こう、疑問に思うこと。例えば、未経験の人とか、あとはもう他業種から、こう、転職してくる人に、やっぱりね、多い。これはもうイメージ違うよとか、がっかりしたっていう人は、大体未経験とか他業種から、来る人なんですけど、なんでこんなことやってんの？なんでこんなことしなきゃいけないの？みたいな、そういうことはよくあります。よくよくあります。なので、なぜかというと、勘違いしてる社長がまだまだたくさんいるんです。まあ、運送会社、結構ね、昔からやってると儲かってた時、盛り上がってた時はやっぱ王様だったんですよ、運送会社の社長っていうのは。そしてまあ運転手になりたい若いもう生きのいいのがもうゴロゴロそこら中に入って捨てるほどいました。なので勘違いしちゃってたんですね。でじゃんじゃん儲かりました。なのでもう今の時代になったらもう通用しないよっていうことを、昔のいい時代を忘れられないので、それをまだ引きずってる。うちの会社で雇ってやるみたいな、正社員にしてやっからよみたいな、そういう態度の社長さん、そういう考えの会社さん、まだまだたくさんあります。
最近さすがにね、社長の自家用車のベンツとかクラウンの洗車してこいとか、社長の親戚の引っ越しやれっていうのはさすがになくなりました。さすがになくなりましたけれども、やっぱまだね、運送会社っていうのはちょっとね、前時代的な、感じありまして、もうね、すでにメンバーシップ型の会社経営っていうのは崩壊してるっていう、そういう、現実が理解できない、そして理解したくない。なので、昔のね、良かった頃にしがみついてると。よくあるのが、例えばこの穴タコだったり、バラ積みだったりっていうのが、効率も悪いし、何こんなことやってんのと。もうそんな時代じゃないよって言われてるのに、やっぱりまだ、工場にもう一回リターンして、穴タコに入れ替えるとか、バラ積みさせてるみたいな、そういう会社さんありますけれども、まだまだあって、よくあるのは、やっぱりパレットの積み替え。これもう未経験とか他業種から来た人だけじゃなく、実際業界で働いてる僕らも、パレットの積み替え、やってますよ。やりますけど、もうなんでこんなことやんなきゃいけないの？どっちも JPR にしろよと。JPR ってジャパンパレットレンタルのことなんですけど、パレットをね、同じ企画でレンタルしてる会社がすでにあるんです。そういうところでなくても、例えば11でも1、10でも1010でもいいですし、1210でもいいですし、パレットね、いろいろあるんですよ。それ自分の、会社の商品に合ったパレットと、卸し先のお客さんのことを一緒にすればいいだけ。そしたらパレットで積んでそのまま持ってって帰って差し替えにすればいいんですよ。パレット10枚分の荷物を持ってったら向こうから空のパレット10枚持ってくればそれでいい。なのでパレットを余分に作ってお客さんのところに預けておけばいいだけの話。そういうことなんですけれども、それもやらない。なんでこんなことやってんのっていうので、やっぱり未経験や他業種から来るとちょっとがっかりするっていうのがそういうところ、だと思いますし、もうデジタコでね、もう全部、すべてね、もう記録されてるんですよ。デジタコ、今のデジタコっていうのは、もうどこで止まって、どこで動いて、そしてどこで急ハンドル切ったとか、急ブレーキ踏んだとか、全部デジタコに出ます。で、どこに行って、要は荷下ろしボタンとか、荷積みボタン、休憩ボタンっていうのは、その都度押します。で、高速に乗ったら高速感知して、勝手に高速モードに切り替わるぐらいです。そして、下道に降りたら、勝手に下道モードに切り替わります。そのぐらい、すべて、記録しているんです。デジタコというのは、今のデジタコ本当に頭がいい。全部電波で会社に飛んでますからね。なのでそこまでね、監視することもないぐらい素晴らしいシステムがあるんですけれども、全部記録されているデジタコのデータ、そのデータの他に全く同じことを手書きで日報に書くんです。そういう会社まだまだあります。今僕が言っているバイトの会社もそうなんですけど、全く同じことをメーター、出庫のメーター、そしてお客さんのところに着いたのが何時何分で何キロで、で異常なしみたいな、そういうのはで、ね、全部いち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 全部手書きで日報に書きます。そして会社に帰ってデジタコからデータを抽出してウィーンと紙が出てきますよね。全く同じことが書いてあるんですよ。それにサインして、入って運行管理に見せて、はいドンみたいな、反抗して、終わりみたいな。俺が書いた手書きの日報と、ニュース見に用路上したデジタコのデータが全く同じなんです。どっちかいらないでしょう。つったらやっぱり手書きの方いらないでしょう。手書きの方がだっておかしいんだから、これはね、もうやぼったくてやってられないと僕も思う。実際にいる僕ですら思う。なんでデジタコで全部管理されて全部同じのが出てくるのに全く同じ内容を手で書くのか。そしてね、もう僕の行っているバイト先はもう本当に全時代的な会社で、燃料入れたらね、燃費の計算しろって言うんですよ。燃費しかもね、僕バイトだから、車乗り回しなんですよ。いつでも違う車、朝行ったら、はい、今日はこの車ねって言って乗り回しの車なんですよ。それでたまたま燃料が入ってなくて、燃料入れたやつは燃費の計算しなきゃいけない。なんで俺がこんなことしなきゃいけないのって。燃費なんかもね、デジタルで出ますから、もうね、本当にね、やってらんないでしょっていう、なんかこう、何でも運転手にさせるっていう、これはね、昔の悪い習慣なんですよ。で、いい会社はこんなことやりませんよ。やりませんけれども、ダメな会社に限って何でも運転手にさせる傾向があります。これはやっぱね、運転手をね、奴隷だと思ってる。いやいや、そんなことないですよって言うかもしれないけど、それは言葉だけで、やらせてるっていうことはそういうこと。時間内なら使い放題の、もう使い放題パックだと思ってるから、運転手のことは。もうかけ放題と一緒ですよ。
運転手もうあの、8時から5時までいるんだから、もう使わないと損だよ、みたいな。なので、要はね、仕分けさせたりね、倉庫で仕分けさせたり、掃除やらせたり、片付けやらせたり、無理やり横持ちやらせたり、金にならないような仕事させたり、そういうのはね、今の時代、もうそろそろ、なくした方がいいと。そんなことやってるから、人が来ないんです。人手不足なんです。応募してきても、いつかなくてすぐに辞めてっちゃうな。そういうことなんです。勘違いしてる社長さんたくさんいます。でね、もう募集広告なんか、まあ、やっぱ見ると、もう勘違いしてるの、それだけで僕わかります。最初は荷物を覚えるために1ヶ月間倉庫で仕分けの仕事をしてもらいます。荷物を完全に覚えてから、トラックに乗って先輩にルートを教えてもらってください。うちの会社は何もわからないまま現場に送り出すことなんてしません。みたいなね。そういう募集広告があるんですけど、一番運転手が嫌なのは、みんなと一緒に倉庫とか工場でワイワイこうね、仕分け作業とか、人付き合いが嫌なのに、そもそも人付き合いが嫌で運転手やってるのに、1ヶ月間も倉庫で仕分け作業をやってくださいなんて募集に書いたら来るわけないじゃん。ただね、もうやっぱり会社っていうのは雇ってやる。そういう態度なので、やっぱ商品を覚えなきゃいけないから仕分けさせろ、みたいな。うちの商品を覚えろ、みたいなね。やっぱね、その会社に一生いるみたいな、でっち奉公じゃないんだから。で、やっぱ、その会社がそれなりにすごい、待遇が良ければ別ですけど、待遇悪い会社に限ってこういうことしたがるんですよ。仕分けして、商品を覚えてとか、しっかりできるようになってから。やっぱしっかりできるようになるのは、やっぱりそれも大事ですけれども、絶対に不安はある。そして運転手っていうのはやっぱり困って覚えなきゃ覚えないんです。まあ運転手だけじゃないかもしれない。ただ僕他の業界のこと知らないので何とも言えないですけど、困って覚えたことを絶対忘れないんです。誰かに聞いて教えられて、はい、わかりました、こうするんですねって言って、覚えたことって忘れちゃうんですよ。抜けちゃうんです。そして、ちょっと歯抜けでっていうなんか、大事なところが欠けて覚えてしまうのです。なので、失敗したり、ミスしたり、自分の勝手な判断で間違ったことをやってしまったりする。どの会社の社長さん、まあ、管理者も、わかると思います。なんでこいつは勝手な判断するんだ。それは、教えられただけで、現場に出されてるからです。2ヶ月やった、3ヶ月やった、見習い期間完璧にやった、そして一人で出した、そしてミスをした、自分に報告してこない、なんでなんだ、あれだけちゃんとしっかり言っただろう。いや、言っただけじゃ人は覚えないんです。なぜなら身についてないから。耳から入った情報なんて、所詮すぐに抜けてっちゃうんです。それを自分も知っているはずなのに、もう何十年も前のことだから、すっかり忘れて、言ったのになぜできない、問い詰めるんです。管理者として、もう一回見直してほしい。教育というもの、人はどうやったら仕事を覚えるのか、やっぱり自分で考えて、自分でやってみて、自分で失敗して、そして嫌な思いをして、自分から反省して、これってどうやるんでしたっけ、これってどうすればこうはうまくいくんでしたっけって考えて努力しないと仕事っていうのは覚えないんです。あなたもそうだったはず。絶対会社の管理者も困って怒られて努力して、そして自分で改善して覚えたはずです、仕事を。それを今管理者になって、言っただろう、教えただろう、なんでできないんだ問い詰めるのは非常にダサいことです。はい。なので管理者としては、会社の上の人としてはもう一回見直してほしいなと。そんなことやってるから人が居つかないんですよと、もう一回ちょっと考え直してほしいなと、思います。そしてこういうやぼったい業界です。アホばっかりです。ただ運転手というのはなぜか気楽ですごくね楽しい職業なんです。やっぱり大きな車をね自由に運転してお客さんのところに降ろして、お客さんがお疲れありがとうねって言われたら、ちょっとやっぱりね僕みたいなねろくでなしでも気分いいっすよ。はい。なのでそれで、あ、いやいやどうもどうもありがとうございますってブーンと車で出て、やっぱ気持ちいいですよね。こんな晴れた日なんか、大きな車で、そして一仕事終わって、次の仕事に向かうまで自由に、車運転してるんですから、こんな楽しい仕事ないですよ。で、嫌な上司とも関わり合いになりますし、やぼったい会社、そして、よくわからないようなシステム敷いてる会社たくさんありますけれども、気楽で楽しいんですよ。だってそういう嫌なところに関わる時間って、ほんの一瞬、5分とか10分とかそのぐらいなので、嫌
嫌な上司、そして文句言われても、んだ、この野郎と思っても、やっぱり仲間同士でこう電話しながら、仕事したりね、運転したり、そしてまあそういうのが嫌いな人だったら、もう一人で自由に、仕事ができるというのが、この解放感、やっぱね、外に出て仕事をする、働く、そしてまあ体使うのが好きな人嫌いな人いますけれども、すっきりするんですよ。そして一日一話完結の仕事です。これ翌日に引きずらないというのがすごくいい仕事、なので、運転手というのはやっぱり、転職しようとなっても、次も運転手を探すというのは、これだけやっぱね、運転手という仕事を心から、やっぱね、いい仕事だなと、思ってるんです。ただですね、運送会社には期待しないでくださいねと、期待したら必ずその期待は悪い方に裏切られます。ただ、運送会社の運送運転というトラックの仕事はあなたを裏切りません。自由で楽しい仕事です。というところ、ちゃんと着地できましたか？はい。なのでね、まあ、あと変な会社に引っかかると、やっぱりぎゅうぎゅう詰めですごい規則に厳しいとか、ルール厳しいとか、社内カメラで主力記事を見られて、それを事務所で監視係がタバコ吸いながら見てるみたいな会社もありますけれども、まあ、それもね、慣れると別に大したことないっていう人もいるし、そういうのが嫌だったらもっと自由な会社に行けばいい。ということで、まあ、野暮ったい会社たくさんありますけど、今はね、やっぱりちょっと意識改革進んできて、監視は常時しないというのもあるし、カメラはつけるけどマイクはつけないとかね、逆のパターンもあったりしますし、そもそもそんなのつけないっていう会社もあるし、そして、いい会社もたくさんあるのも、これまた事実。やっぱり会社の、仕切ってる人が、もう頭新しく、こう常に時代とともに、こう、新しくしていくような、ちゃんとした社長さんだと、やっぱりね、その会社もいい会社、そしてそのいい会社を僕はノートで、いや、もういい会社ばっかりじゃないかもしれないですけど、古いやり方をやってる会社も乗っている、かもしれない。実際乗ってます。ただ、いい会社たくさん乗ってますので、僕の、動画の概要欄から、見てみてほしいなと、結構たくさん売れてますので、皆さんの転職活動の役に立ってるんだろうなと、思っております。はい。本日以上です。ありがとうございました。ごきげんよう。